これも磨いたからね。うん。光ってな。うん。光ってる。花火だね。このラスト？いや、まだ全然8時だよ。最近この敷き詰めるパターンにハマってるからさ、思った。私も今言おうと思った。最近それするよね、うん、ちょっとマイブーム。それすることでなんか変わるの？これさ、あのこの焚き火台下が結構ツーツーじゃん、うん、だ風が入ってくれるんだけど、針葉樹だからさ、うん、燃えるのが早いのよね。だから下を、それなりにこう遮ってあげることによって、うん、下からの空気の入りを抑えて、うん、若干こう鈍らせるっていうか。すごいね。雷みたいな音してるね。すごいね。行きたかった。でも結構大きい。何尺玉け？三尺玉け？一尺玉け？結構でかかったんだろうね。もうフィナーレかな。うん、だと思う、うん、コロナ前ぐらいの花火の量じゃない、多分。だって煙で見えないもん。ああ明らかに声がおかしくないけ。なんかもうちょっとヘリウムガスが切れる前ぐらいの声になってる、ね、うん、すごいね。今日すっごい花火上がる。星が綺麗に一個だけ、あ、もう見えてるね。いっぱいあるよ。すごい晴れてんじゃん今日。すごい晴れてる。花火日和だね、うん、屋台とかもいっぱい出てんだろうね、うん、あの雰囲気がいいんだもん、うん、そうそう。だって3年ぶりとかでしょ。あ、そうなの？多分だと思う。今年がもう本格的にさ、うん、どこも花火とか押し出してんじゃない、うんうん。火安定してるよね、うん、この間食べたのが美味しかったから今日もしちゃおう。結構高火力でよかったんだよ。いいよ。ゆず塩があったから今日はこれで味付けをします。これにチーズのしたらどう？綺麗でしょ。うん、親ガラスを綺麗に拭いたからね。
かわいい。コップがちっちゃいから全部入らないけど。乾杯。乾杯。いただきます。うん、おいしい。どう、ゆず塩。ちょっと薄いかな、味が。本当だ、ゆず塩感ないね。綺麗。綺麗綺麗。うまい。これだから食べよう。あれ、たけびはもう食べたことあった。よく見せるんだ。あ、いいよいいよ。あったまった。うん。食べて。やっぱこっちで食べた方が美味しい。ね、待って。だってこの間こっから食べたんだもん。ええー。いいんだって。なんで。ほら、美味しいでしょ。ここに持ってくるよりこっから食べた方が美味しいでしょ。ね。続きまして、イカを焼きたいと思います。でもさ、アルミホイルさ、この間穴ポコだらけにならなかったっけ。それだからさ、油も何にも敷いてなくてくっついてから穴ポコだらけになったから、油引けばいいんじゃないの。違うの。いや、そのアルミホイルが焼けて抜いた。このままヤジ。うん、ヤジの。このままって、このまま。あ、チョキ乗せるってこと。え、直で乗せたら落ちな、多分クリーってなって、イカの身自体がさ、焼けたらだんだんクリーってなってくるじゃん。あ、じゃあ、あの、目の細かいやつ持ってくるっけ、網。うん。なんでも大丈夫だから、私結構。カルさんが釣ってきたアオリイカではございません。そういうのちょっとさ、嫌味ったらしくない。いやいや、一応言っとかないと。あら、釣ったのかなって思われるとさ、それもかわいそうじゃん。なんか、あえてさ、かわいそうな目に合わせてるよ。お店で売ってたヤリイカでございます。ヤリイカだよね。なんだった。いや、ケンサキイカだったかな、まあ、いや、違う、ヤリイカだよ。ヤリイカって書いてあった。いや、だわ。え、ケンサキ、え、何が違うの。でもこれ、ね、一緒かもしれない。な、あのエンペラの形が違うよね。ああ、そうなんだ。先っぽだけのやつと、うん、全体的にあるやつと、うん、まあ、ちょっとよくわかんないんだけど。美味しそう。よし、じゃあペトロマックスの試験点灯を行います。これから出番が増えるから。そうそう。もうあれは本当に戸惑った。あれにどんぐらい時間かかった。それをキャンプ場でさ、うん、旅の湯の時だったよね。そうそう。でもそのためにちょっと一個こいつを潰すのはもったいない気もしなくはないんだけど、また今年の分は
ったいないんだけどね、本当にもったいないけど、キャンプ場でああいう風になるとそこで時間取られちゃうじゃん。そう、せっかく片玉にしか行ってないキャンプ場で。あ、そうって それもあったかって思ったでしょ。チリアル、あ、いい匂いがしてきた。屋台だ、屋台だ、屋台だ、屋台だよ。強く強く締めすぎてひっちぎれた。しょうがないじゃん、だって釣れないんだから。取れる。だってまあ私この間動画に載せてないけどね、うん、イカ釣り行ったのね。そうそうそう、そう、ボツになった動画があるんだけど、うん、動画っていうかイカ釣りにちゃんと行って、もうミエイカがいっぱいいたのね、うん、まあすごかったね。もうすごかった、本当にすごくって。シーズンはでもね、あれを見るともうちょっと後かもしれない。結構いいサイズが、うん、もう本当足元ぐらいにいて、そうそう、それを狙って投げるんだけど、うん、全然見向きもしない、ね、そう、もうそうなんですよ。イカって難しいなと思った。だから難しいよ、あれを見てね、ああ、うん、そら釣れないわけだわと思ったもん、うん、なんかだから下手にさ、釣ってきてって言えなくなってる、うん、もうちょっとゲソを乗せたね。ああ、ゲソも乗せる。もうくるりんと乗ってきたから。今回も2回するから、ジェネレーターを、うん、や、あの、温めます。あの、アルコールを2回入れて温めるやつね、うんうんうん、素敵。冬は最高だよね。まあ、高かったけど、買ってよかったなとは思うよね。うん、綺麗。じゃあもうイカを、うん、いい感じだね。わあ、ちょっと焼きすぎたかな。おお、美味しそう。いいぞ。ちょっとあったかいうちに食べたいから、全部切り終わる前に食べたいと思います。これから来た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 。はい、もうこちらはペトロマックスを、お、天井、あ、いいんじゃない。今のとこしてない見えてる。ええ、あ、すごい。で、私はその前でイカを食べる。あったかいうちに食べないとやっぱ、うん、で、これは、マヨネーズ、醤油、七味を合わせたもので食べます。いただきます。お願いだから炎上しないで。うん、すごい。うん、完全に火が消えちゃった。あ、火つける。火が消えた。まだ月を焼いてる時よ。ああ、そうなの、うん、なんとか OK。 今日1回で OK？ うん、すごいじゃん。一発 OK だった。今日は傘はつけません。あるイカ食べる？食べない。おいしいよ。
なの？うん。マシュマロ食べたかった。マシュマロないです。美味しいこのイカ。でもね、やっぱさ、水イカとちょっと味が違うよね。ああ、本当に。食べる場所が違うからだけ。前さ、一回水イカで、うん、あのキャンプ場で焼いた時があってよ、最初の頃。動画始めて最初の頃。だったっけ？だったじゃん。なんかあの時のやっぱイカの味とちょっと違う。だからね、まあ、水イカが一番美味しいよね。うん、あの時水イカだったよ。うん、美味しかった。とりあえず試験点灯 OK ということで。うん、バッチリだね。うん。特に問題なかったね。なかった。いただきます。はい。この消え方もいいよね。うん、バッ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 て。これを上手に直せばこのマントルを破かずに次もこのまま使える。え、最大何回まで使えるの？まず2回って。2回じゃない？破けるんだって。2回でもいいよね。まあ、使ってる途中で破けることもあるのかな。そうなればもう使ってる年でいいね。こう炎上するかも。え、でもそれだったら熱くてさ、ね、ここをシューって、ここ一回シューって圧を抜いて、うん、もう止めてあげて、うん、で完全に冷えてからもう変えないといけない。でしょ。うん、あ、一時つけられないでしょ。うんうん。どうなれた？なれた。どうもなれ。うん。冷えた。今まだ暑いから冷やしてあげる。Guess I've had some things to figure out, but now that I'm done, I'm full of doubt. Was it easy for you? Yeah, was it too easy for you? You used to say that you would always be mine, but you seem to be doing just fine. Now I think about you, I just can't seem to stop thinking about you. Take me back to the, take me back to those easy summer days when we stopped at nothing, babe. Yeah, we stopped at nothing, baby. They couldn't take us, they couldn't change us, they couldn't catch us if they tried. Now we didn't care at all by winter or spring or fall. We felt so alive. We were thriving on kisses and sunshine and mischief. Yeah, we had one of those things. When we stopped at nothing, babe. Yeah, we stopped at nothing, baby. They couldn't take us, they couldn't change us, they couldn't catch us if they tried. Now we didn't care at all by winter or spring or fall. We felt so alive.